こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2021年の8月6日を7時間も過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 152.85 ということで、こんな時間になる前に、ちょっと取れば155円ということでお伝えできたんですけど、ちょっと今そこから下がってきてるんですね。152円ということで、ここ156円超えてるんですね。はい、ただ、やっぱりここ何日かのあのレンジをね一個上抜けしたという感じがありますよね、やっぱりね。はい、ここずっといい感じでこう少し上向きのなんかペナントみたいな感じになってきてたんだけど、そこをねちょっとこう上に抜けたんですよね。誰かもそういうツイッターされてましたけど、なのでまたね違うフェーズでこうレンジを作ってくれるといいかなと思いますし、ここ一回抜けて下がってきてるのでね、こっからガンといくっていう可能性もありますよね。はい、楽しみにしたいと思います。で、はい、月足がね、陽性になってきたっていうのが、個人的には嬉しいなということです。まあ、まだね、6日ですけど、楽しみにしたいと思います。で、ツイッターの方見ていきたいと思います。はい、ここのところ、もうハードフォークが近づいてきたので、チャールさんの、コメントって言いますか、動画がちょっと頻繁に増えてきたような感じですよね。はい、これ1日前ですけども、でも6日付になってるな。あ、そうか。愛知さんが出してくれたのが6日付ですね。はい。アロンゾハードフォークについての最新情報を知りたい方、ぜひご覧になっていただきたいです。チャールズさんが予想するイベント日程が発表されています。と、はい。一部昨日の、で、情報と、重複しますけど、見ていきます。今回は皆さんが知りたがっているだろうことを簡単なビデオにまとめました。皆さんが知りたがっているだろうこととは、アロンゾの進捗です。すべてがスケジュール通りに順調に進んでいます。私たちは来週にホワイトからライトパープルに移行するでしょうと。また私たちは今月中旬に中間アップデートを行う予定です。日程については改めて連絡しますが、15日付近だと思ってもらえたら良いです。中間アップデートではアロンゾハードフォークイベントの開催日を発表しますと。中間アップデートではおそらく2つの日付をお伝えすることになります。ハードフォーク予定日とトリガー予定日。ハードフォークが行われる仕掛けをする予定日ですと。ご存知のようにハードフォークイベントを行う場合、実際にハードフォークが発生する5日前にトリガーにされなければなりません。例えば8月31日がハードフォーク予定日であれば、26日にトリガーがされなければなりません。トリガーはされたが、その間に何らかの理由でアップデートを実行できなかった場合には、ロールバックを行わなければなりません。ロールバックとはハードフォーク予定日が1エポック後に延期されるという意味です。現時点の予想になりますが、アロンゾハードフォークイベントは8月末から9月の第1週までに開催されると思います。もっと詳しく言うと、8月31日から9月7日までの期間です。今のところ、壊滅的な事態や大幅な遅れを示すような問題はありません。ノード上ではスマートコントラクトが動いています。メアリーからアロンゾへの移行は、バイロンからシェリーへの移行に比べてはるかに簡単です。なので、私はアロンゾのリリースにはかなりの自信があります。アロンゾハードフォークイベントは、ワイオミングで開催されるカルダノサミット2021より前になる可能性が高いです。カルダノサミット2021は、HFC イベントの成功を皆さんとお祝いする場になるはずです。また、ハードフォーク成功を記念したパーティーが開かれる予定で、私も参加します。以前プレゼントしてもらった30年もののウイスキーを開けるのを楽しみにしています。と、私たちはついにアロンゾ期を迎えます。しかしこれで終わりではなく、むしろ始まりです。やるべきことはまだたくさんあります。例えば、シェリーは年末までにもう一度ハードフォークイベントを予定します。ウロボロス・ジェネシスのロールアウトや P2P のテストもあります。ということですね。はい、まとめです。しかしながら、今日に至るまでの道のりを改めて振り返ると、私は誇りに思わずにはいられません。私たちは数々のイノベーションを起こしました。私たちが作ったものはすべてオリジナルで、文字通り一から作られています。他のコインのように既製品を元にしていません。既製品から発生したものが何もないという意味では、カルダのエイダはビットコイン以来の完全にオリジナルな暗号を通過しているでしょうということですね。まあ、詳しい方はそれなりに、なんていうのかな。分かってない方はね、それなりに、まあ私も薄いんですけど、オリジナルってことはね、なんとなくいろんな方が、分かって、体に投資したり、関わったりしてると思うのでね、はい、非常に心強いなというふうに感じました。はい、そして、アロンゾパープルということで、チャールズさんが、まあ、3時間前ということで、もう日付は日本で7日に入ってからですかね、はい、動画を出されています。はい、そちらはユータさんが、要約してくれているので、ちょっと見たいと思いますけど、チャールズ動画、8月12から13あたりに、8月中旬アップデート報告があり、そこでスマートコントラクトの日付や他のスマートコントラクトの関連のアナウンスが報告的に行われるでしょうと。現在どれくらい取引所と最適化されるかで、メインネット日付を取引所と調整中ですということで、まあ、取引所だけちょっと、あれですかね、一般の投資家としては、
気になるところですよね。7月もそうでしたね、確かいろんな取引所が、準備に時間がかかってすぐ終わるところもあればだいぶ時間がかかるところもあるということなので、まあ、取引所に、置いている方、あるいは取引所を使って、取引しようとする方はちょっと注意が必要かなと思いますね。スマートコントラクトが実装日にはワインなどを持ってきてみんなでお祝いしましょう。コミュニティがそのような投稿するのを楽しみにしますとのことでした。と実装、なんかウイスキーがどのコントかも言ってましたけど、はい、まあちょっとね、分かる方は参加されてはいかがでしょうか。まあいろんな方がね、ツイッターとかでもやられると思いますけど、楽しみにしたいと思います。はい、さらに週末ということでステータスアップデート、体のロードマップということで出てますね。はい、あと毎週、進捗が出てますけど、ちょっと私の方で飲み込めないので、あまり、ここを読むことしてないんですけど、 THC さんがねまとめてくれてます。アロンズパープルノードに更新して取引所が実装テストを開始できるようになりましたと。 PB 統合を可能にするために新しいトランザクション API はほぼ完成しましたと。ダイダロスアロンズを準備に使用するカルドのウォレットとカルドのノードのバージョン更新に組み込みましたということで、はい、週刊技術レポートということでこのように出てますのでね、はい、ちょっとこちらご興味ある方、まあご存知だと思いますけどね、見てください。はい、ダウスさんです。キスボプールやってくれてる方ですね。体のステーキングについてホームページまとめました。作成途中、皆さんのご意見をお聞かせください。エキスポの訪問者説明時に実際に使用する予定ですということで、エキスポプールの、ホームページにいろいろダウスさんが情報整理してくれていて、まあ、そちらをね、エキスポ当日で使って、一般の方に分かりやすく説明できればなということで、情報を揃えてくれてます。はい、ということで、さらにね、早速、カニ味噌さんが体のとは、その記事にあったコンセンサスの部分を担う仕組みである旨を書くと、つながりができていいかもしれませんということで、ね、アドバイスありがとうございます。はい、もう一個、ダウさんですけど、体の東半球会議情報と、昨日の夜に東半球会議2回目が行われて、私参加させていただきました。英語圏、インドネシア、ベトナム、日本、韓国でそれぞれ話し合いました。今回議論をまとめましたので、よかったら覗いてみてくださいと。はい、こちらエキスポプールのね、イントロになってまして、まくりメッセやりますよという書いてあります。お越しください。で、東半球ミートアップの話ですね。7月29日から立ち上がった東半球ミートアップ2回目のが開かれ、全体のミートアップは白熱し、3時間以上も会議が行われました。出た意見ではカタリストの普及に関すること、東半球会議のこれからのやり方、共同での提案、中国やインドの大きなコミュニティとの協力などについて話し合い、一度は終わったのですが、延長でそれから2時間3時間議論を重ねました。私はそれぞれのブースで個別に議論しているか、今の形式ではなく英語、ベトナム、インドネシア、日本の合同でも話し合いを重ねるべきだとの意見を出しました。そこで問題になるのが言語です。言語が4つの合同になると必ずそれぞれ分からない言語が飛び交います。そして提案したのがチャットを対応することで工夫するということです。それぞれの母国語をゆっくり話していない方がチャットに概要の内容をそれぞれの言語に打ち込むのです。その内容を翻訳機にかけてそれぞれのコミュニティディスコードに貼り付けていくのです。まずは2言語から始めていく必要があると思いました。今回英語圏のブースに提案したのですが、意図が伝わっているかわからない状態でした。しかし東半球の多言語で会議するには工夫しなければコミュニケーションを取ることは不可能です。英語圏の方々たちにたちの体のではなく地球全体の体にしていきたいということで、ダウさんの思いが伝わってきますが、東半球ミートアップっていうのは私も1回目は出ましたね。はい、でやっぱり体の地球上にね、ここに地球ありますけど、地球上に広めて地球のインフラとしていくために、東半球全体で、ね、話し合っていく。東半球っていうのはみんなが話し合えるように時間帯を揃えたという意味での東半球ですので、どこの国のどんな方でも入っていって、体の発展のためにどうしましょうということは話し合える場なので、私が参加したって言いましたけど、どなたでも参加できると思いますので、参加できると思いますが、参加できます。なので、ぜひね、こういう、なんていうのかな、ワールドワイドな会議に興味があるというだけでもね、参加なさってもいいかなと思いますので、またね、追っていっていただければと思います。はい、値段に戻りまして、153.72 ですね。14,012.9×153.72 で元本が10万円ですので、計算しますと205,463円のプラスということになりまして、計算しますと 2054% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。